はい、今日は真夏のキャンピングカーのエアコン事情についてお話ししたいと思います。夏のキャンピングカーのもう最大のテーマはエアコンですね。家庭用エアコン、今もこの車、このウィンドウエアコンっていうのをつけてるんですけど、今、まあ沖縄県、今夜ですけど、30度ぐらいあるので、暑いので、今このエアコンを使って快適に今過ごしてるんですけど、このエアコンがものすごくキャンピングカーの中では重要事項ですね、夏は。まあなぜなら、まあエアコンがないと暑くて眠れないっていうところで、今ここ自宅なので、外部電源って言って自宅の電源を引っ張ってるので、こう家庭用エアコン使ってますけど、これがもし自宅じゃない電源のない場所だったら、この家庭用エアコンは使えません。となるともう車内が暑くて止まることができません。なので、エアコン事情っていうのがキャンピングカーの中で最大の問題になってます。で多分、昔のキャンカーまあ昔のキャンカー、まあこれも昔のキャンカーなんですけど、まあ当店のキャンピングカーの8割、9割ぐらいは、エアコンは、その電源があるところじゃないと使えないようになっていると思います。なので、となると、そのキャンプ場ですね、オートキャンプ場には入れない、泊まれないってことになりますね。オートキャンプ場は、発電機も、アイドリングも禁止なので、となるとこの家庭用エアコンを動かす電源がなくなるので、キャンプ場に泊まれなくなります。で我が家もやっぱりそういうね、キャンプ場とか真夏も泊まりに行きたいので、まあ希望としては全てのキャンプ場に電源がつけばいいのに、まあ全てのキャンプ場に電源さえついてくれれば、まあ、その電源をね引っ張れば泊まれるんですけど、沖縄県で言えば電源付きのオートキャンプ場は、まあ、私が知ってる限りでは、東村もう北部ですね、美ら海水族館よりも北に行く北部に、ツツジエコパークっていうところが1箇所と、あとさらに北部に名前ちょっと忘れたんですけど、鬼太郎ハウス、映画ゲーゲの鬼太郎の撮影に使った鬼太郎ハウスが置いてあるキャンプ場があるんですけど、そこも電源がありました。2個と、あと滝陣海辺のキャンプ場って言って、まあ、海の目の前の結構ロケーションが抜群のキャンプ場があるんですけど、この3つ、まあそこは3サイトしかないんですけど、この3つぐらいですかね。そこ以外は我が家は夏はキャンピングカーで泊まりに行くことができないんです。はい。でまあ今まではそうだったんですけど、実はもう最近そういう電気システムがキャンピングカーのビルダーさんですね、メーカーさんが、まあ、力を入れてバッテリー、サブバッテリーで家庭用エアコンを動かせれるみたいなシステムを作ったりしてるみたいですね。キャンピングカー雑誌僕よく読むんですけど、そういうシステムが今やっぱり主流になってきてて、で今日お話しするのがそのナッツっていう会社、ナッツさんのエボリューションっていう電気システムですね。これがねものすごい画期的で、インバーター機能付きの家庭用エアコンを搭載していて、アイドリングでエアコンを使用可能で、バッテリーのみでもエアコンを使用できると。で、さらに、バッテリーでエアコンを稼働させると、まあ、空になるっていうか、容量どんどん減るじゃないですか。で、減ったら、4、5時間アイドリングするだけで、もう、また満充電、フル充電されるっていう、画期的なエボリューションシステムっていうのを、ナッツさんが出してるみたいで。それだと要はサブバッテリーで家庭用エアコンを稼働させることができるので、どこでもどこにでも夏が怖くないですね。どこにでも泊まりに行くことができます。でさらにそのエボリューションシステムのもう最上位版でハイパーエボリューションっ
ていうシステムがあって、これが100アンペアのリチウムイオンバッテリーを4個搭載してるらしいです。このリチウムイオンバッテリーって価格がちょっと高いんですけど、この普通の昔のキャンピングカーで主流のサブバッテリーって鉛バッテリーって言われてるんですけど、それがね1個、まあ、この車に乗っけてるのもそうなんです、2個乗っけてるんですけど、1個25キロぐらいするんですよ。めちゃくちゃ重いんですけど、リチウムイオンはそれの半分らしいですね。重量は半分になると。で、充電回数がこの鉛バッテリーはだいたい平均300回ぐらいって言われてるんですけど、充電の回数が、リチウムイオンバッテリーは2000回って言われてます。なのでまあ価格自、最初の価格自体は高いんですけど、長い目で見ればリチウムイオンバッテリーの方が経済的になるのかな。でこのハイパーエボリューションっていうシステムがかなりやばいらしくて、つい最近あのツイッターでキャンカーユーザーさんの、親父パンダ夫婦さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がつぶやいてる、ツイッターでつぶやいたのを見ると、2021年の5月ですね、このハイパーエボリューションシステムを使って検証してみたところ、夜間のエアコン、21度設定で9時間半稼働させたらしいです。それで残量が 85%、 もうほぼほぼ残ってるっていう状態ですね。でさらにまあ多分そこからちょっと使って残量が 75% の状態で1時間走行したら 99% まで充電されたらしいです。なのでそのハイパーエボリューションっていうのはエアコンを9時間バッテリーで稼働させたにもかかわらず 15% しか使ってない上に、その充電もそのなくちょっと減った充電も急速充電でたったの1時間でまた満充電になったっていうね、これはすごいと思いますよ。あの本当革命でキャンピング、もう本当この車両についてたらもうどこにでも行きますね、もういうぐらいの画期的なシステムですね。でまあそのハイパーエボリューションを搭載しているキャンピングカーが新車で887万円、さすが費用は高額です。で多分これにまあ例えばトイレをつけますって言ったらトイレの工事代10万とか20万とかオプション足してって結局1000万を超えるんですかね。ベースで887万だったら、まあ、ある程度こうついてるんでしょうけど887万なので1000万ぐらいになるような気はします。まあ、でも1000万出して、まあ、快適にエアコンをバッテリーで使えるってしたら、ありだなとは思います。